私たちは VR や AI などの先端技術を人々の幸福な社会生活を実現するためにどのように活用できるかを研究しています。特に認知症の方や身体的精神的な障害のある方々を対象とした支援に重点を置いています。医療の専門家や心理学の研究者、そして患者さんたち自身と一緒に設計開発を行うコーディサインアプローチを通じて様々なシステムを開発改善しています。現在チャレンジしているのはメタバースの体験方法の拡張です。現在様々なメタバース体験コンテンツが生まれていますが、そのほとんどは目の使用が前提です。そのため視覚の障害のある人は参加しにくい状況です。視覚障害者も楽しめるメタバース体験を実現したい。そのために私たちは視覚障害者の多いタイをフィールドし、現地の若者たちと協力しながらシステムを開発しています。ユーザーテストのためにどのスマートフォンからでもアクセス可能なメタバースを試しました。メタバース上の周囲と自分の距離や位置関係を耳で認識できるように立体的な音関係を構築しています。こうした機能が充実すれば聴覚でもメタバースを体験できるので、視覚の障害のある方でもアクセスしやすくなります。また様々な応用が可能です。例えばランニング体験、過去の自分の走りの音と位置のデータを再生しながら同じコースを走れば過去の自分と一緒に走っているかのような体験ができます。私たちの研究の強みは共同研究の多様性です。共通の目標に向かい、国内外のさまざまな立場の人の力を注いだ研究が実際に人々の役に立ったとき、大きな幸福を感じます。これからもあらゆる人々の生活の質を向上させるために、共同研究を通じてさまざまなシステムを開発します。